はい、こんにちは、ヒカックゲームズです。今日もウィニングイレブンアプリ2018やっていきたいなと思います。はい、ということで、今日はですね、この画面からお送りしたいと思うんですけど、はい、なんとですね、今日、5月2日メンテナンスがですね11時から14時まで、入っていたんですけど、そのですねメンテナンスがまだ終わらない。今19時になるんですけど、今のところですね5時間メンテナンスをやっているという状態になっております。で、これキャンセルをしてもですね先に進まないという状態になっていて、いやー、なかなか延長してますね。ということで、ちょっとサムネにあった通り、まあ、一旦ちょっとメンテナンスの雑談を置いといて、今日はですね、先ほどコナミの公式から発表されたヨーロッパラウンドライブ配信視聴キャンペーンということで、なんとですね、モバイル版にもこちら適用になるみたいです。はい。で、こちらですね、なんとプレゼントアイテムマックス5万 GP ということで、合計視聴数がですね、10万いけば、5万 GP が配布されるみたいです。で、条件としてはですね、2018年5月16日までにチュートリアルを終了すれば受け取り箱より特典を受け取ることができますということで、前回の Android は視聴しなくちゃいけなかったんですけど、そのようなですね条件はないみたいなので、ぜひですねこれ、とはいえ10万視聴数までいかないと5万 GP もらえないので、ぜひ皆さんちょっと覗いてみていただければいいかなと思ってます。で、放送はですね5月5日の17時から23時半と5月6日の0時から、4時半でやってるみたいなので、ぜひ皆さん見に行きましょうということで、いやーメンテナンスね、いやーこれはちょっと残念ですよ正直。いやーなんかね、いつもそうなんですけど、コナミさんのメンテナンスはもう絶対伸びるっていうのがもう鉄則で、1時間ぐらい伸びることはよくあるんですけど、まあ5時間伸びるのはさすがにね、いや僕もびっくりしてます。はい、なかなかまあね、もうちょっと余裕持って言っとけば、先に終わりましたよだったら、あ、なんだ早く終わったじゃんって済むものをですね短めに見積もるもんだから、こうやって毎回なってしまって大変になるんじゃないかなと思ってます。で、まあ個人的にはね、やっぱりこの前のサプライズもすごかったですし、今回のゴールデンウィークに合わせていろんなイベント用意してくれてるので、ぜひですね早く復旧して欲しいなと思ってるんですけど、これでいろんな始めたばっかりのユーザーとか落としちゃったら本当にもったいないので、早く改善してほしいなと思ってます。あと、もう一個だけ、これツイッターで呼びかけてたんですけど、昼頃ですね、不正赤番されたような表示をされるというですね問題が起きておりました。で、こちらですね赤番じゃなくて表示ミスなので、お気をつけください。僕のフォロワーさんで、多分初心者の方だったと思うんですけど、見てですねアプリ消しちゃったとかって方もいるので、そこだけぜひ注意していただければいいかなと思っております。ということで、皆さんですねぜひメンテナンスへの不満はコメント欄にぶち込んでください。はい、僕もちょっと今動画出せなくて、結構イライラしてるんですけど、まあ今なんかコナミさんに言っても何か起きるわけじゃないので待ちたいなとは思うんですけど、今ですねいろいろイライラ溜まってることはぜひコメント欄に吐き出してみんなで交流していければなと思っております。ということで、今回ですね動画以上で終了します。またもしかしたら今日出せるかもしれないですけど、明日以降は通常通りやっていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。